朝福寿寺は、千葉県朝西郡町南町長南にある、天台宗の寺院、和佐国役史に来ら霊城の、第19番札書、3号は小塚かしらごく東門蓮華大城阿弥陀坊太平屋山、本日上院。これは、日本一長い直後である。辞典によれば、798年、官武天皇の直眼により、最長によって創建されたという。 中世においては三大談義書となり、西に比叡山、東に重複樹寺ありと称せられ、また、暴走三国における天台宗の大本山として、松寺三百八家、寺を有し、各寺院を通りしていた大寺院である。家じ門関、微車門堂の両門主も、東山の住職になり、その縁をもって、小塚か白くらご 東門連下大城阿弥陀坊太平洋山本実情、院長副次寺という日本一長い直後を賜ったという。1571年、織田信長による、比叡山焼き打ちに際して、当時の第十七大学党、合山僧城は、比叡山に木材を寄進し、その材木によって、根本中道が再建されたという。その後、徳川家光の援助のもとに、 現在の根本中道が造営され、解体した材木によって建てられた、重複樹寺の本堂は、その縁をもって根本中道の号を許されている。江戸時代には、江戸幕府将軍より、治療50国が寄進され、10万国の格式が与えられていたと伝えられており、年頭の例には、五条書印度ク席の待遇を受けていた。高速道路での最寄りインターチェンジは、 首都圏中央連絡自動車道茂原町南インターチェンジとなる。ありがとうございます。